外に遊びに行くの久しぶり。時々有意義な休日になることを期待。どれにしよう。女子はみんな甘いものが好き。でもキララは割と辛いのもいける。時折体があの刺激を求めてうずくのだ。衝動を買って貢ぎ物はいつでも受け付けている。感謝。なんでキララの欲しいものが。まさかティーダも人の心が読めるように。満足感。ほっぺたが弾けるほどの美味しさ。ここは静かでいい。余計な声も聞こえない。人が行き交う場所では常に聞こえる。辛いとかだるいとか、そういうネガティブな感情にさらされ続けると気持ちがめいってしまうことも。面倒ではあるが、慣れると意外に面白い。お腹すいたーって訴え続ける声と出会ったことはある。しかりそういう声ばかり聞いていると自分も影響されたりする。つまりお腹減った。それがチャームポイント。
カにするつもり？ふむ、ショートケーキをおごられてしまっては答えざるを得ない。なんでも、アニメ見たり漫画読んだり、外に出ると疲れるでしょ。リーダーも今度一緒に映画とか見よう。おすすめが何本かある。ふふ、最近見た中でも珠玉の作品たち、期待しておくといい。極めたいって言っていた。
一人で生きていくにも、将来お嫁さんになるにも、美味しいご飯を作れるに越したことはないって。あ、それだ。さすがリーダー、相談してよかった。また何かあったら聞きに来ていい？